千尋、もうすぐだよ。やっぱり田舎ね。買い物は隣。消してしまうにはまだ人生長いでしょう。目の前に立ちはだかる。そう言って僕をからかってきた彼女。何？問題。
そつなくかけているとは思うんだけどね。今日もかきむしって忘れない傷をつけてる。いよいよ来年は受験だ。来年の夏休みはないと思うよ。よって海やプールでエンジョイできるのは今年までだ。時やない今日は言えない、元通りにはもう。あ、眩しい。まだ生きてやがる。おいおい、なんだこいつ。花から気づいている、ホムラはいつか消える。彼はいつも僕をびっくりさせる。 Be no more darkness when you believe in yourself, you are。 生徒会の正念場だ。皆の期待に応えて校則改正を勝ち取るぞ。はい、犬神先輩。なんでやる